そうですね。みんな筋肉張ってきたところちょっと綺麗です。張ってきた。張ってきた。これぐらいからでして、で、よし。あとは曲げます。ピッ、ピッ、チッ。またまたまた。あ、80なんでじゃあ先に行きましょうか。Thank you.
ある程度スタートされました。もう一回やI'm sorry.
皆さんめちゃくちゃ嬉しそうな顔ですよ。最初始めた時ってやっぱどうしても右の方が強かったりするんですよ。特に彼もそうだったんですけど、やっぱ全然右ばっか強く左にこういう風になってたんですけど、で弱い方に合わせながらやってきてるんですよ。あーはーはーはー、はい、お腹的な、はい、例えば右は80上がるけど左60しか上がらないんだったら60で例えば15発するとかっていう風に、最初はやっぱりある程度バランス整えるようにやるしかないんで、胸の種目は結構ワンハンドって難しいじゃないですか。ダンベルだったと言いますけど、はい、そうですね。なんで、弱い部位に合わせるようにして、でちょっとフォームが重いのやってる時に崩れるようであれば、さっき見たけど左が弱いなと思うようであれば下げてあげるんです。はい、で、その代わりあのレップ数で補うとかセット数で補うとかで、強度高める、重さでなる、はい、がいいと思います。よろしくお願いします。重くなった時に怪我するんで。ああ、そういうことですね。はい、そうですね。大丈夫ですか。自分もスポーツで野球やってて、はい、それで右バックやつ、ああ、そうですね。やっぱ左が弱い時にこうひねるんで、はい、あれは重くなった時にこうなったら絶対こうやりますね。はい、はい、なんでちょっと気をつけてください。はい、はい、なんで今は上げた感じだと多分90ぐらいだったら上がります。はい、でも、あえてじゃ あの60、まあ、70とかぐらいがいいですかね。で10発しっかりきっちりしたフォームで3セット上げられるんですよ。はい、そしたら次の重量行くみたいなセットに組み込んでいきます。はい、はい、ありがとうございます。やっていきましょう。普段皆さん胸何やるんですか。ベンチとフライプレート、はい、フライプレート、あと家の、はい、あ俺ジム行ってないんですよ。はい、家トレーニング、ホームトレーニングで、はい、オリジナルのっていうか、はい、ケーブルで、ケーブルで最後パンツして、まあいいですね。ケーブル結構やります。追い込みです。追い込みでやります。じゃあもう一種目ぐらいちょっと
5問目の行って、ケーブル行きましょうかね。プレス系とフラット行きましょうか。フラットで、こっちバーベルで行ったんでダンベルで行きましょうか。はい、フラットなんだ。こっちで、ね、今の状態を負荷のトレーナーを感じてからこれを抜かないように磨きをして、そうですね、1寄せるときに余計に腕を強骨並べるようにグッと受けないように 4 肩上がりやすい。しっかりと真ん中を下げて、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、
と首位そこまで出ない日本最後まで終始18位乗った状態キープしてから向かう これがすぐに胸をパーンと開いて